これ何、はい、文田さん、なんで毎回リセットするんですか？いや、これは、はいはい、いや、ちょっとなんか、うん、結構ライブとか一緒になって、はい、なんか仲良くなったんかなと思って、はい、次やったら、なんか1回目みたいな話してる。うわよくいるおもんない先輩じゃん。そんなことないっすけど。ああ、そうなんだ。いやなんかよくいるおもんない先輩じゃん。いや、自分で言うと言ってたんですけど、なんかどう思ってんのかな、僕らのことって。なんかいやいや、仲良しじゃん。いや、その感じじゃないっすけど。一緒にだって飯も食い行ったしさ。はい、いや、そうなんすけど。なんか根立さんは、はい、あったら、黒帯じゃん。でも分かったです。彼が変じゃん。前ねみたいな感じ で全然俺そんなリセットしてないよね。あ、金属とかどうすか。はい、言うてる金属でかいから。いや、まあまあ、ちょっと、いや、ちょっと、寂しい。なんかね、確かに。そんなことないんすか？すいません。全然そんなことない。あ、ほんますか？仲良し。仲良し。はい、なんかちょっと毎回距離感じてたんで。はいはいはい。なんかちょっとね、聞きたかったんですよ。そのたこ焼き一緒に食べた時も、はい、ずっと携帯触ってはったんで。なんか思んないんかなって。いや、それごめんよ。